すいません、金さん。はい、どうされました？遅延証ください。はい、どうぞ。ありがとうございます。失礼します。秋山、お前また給食だけ食べに来たのか。先生、しー、黙食ですよ。じゃあいただきます。あれ、あ、秋山お前、しー、ソーシャルディスタンス。すいません、金さん、どうされました？遅延証ください。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、それではカエルの解剖を始めてください。失礼します。ああ、石田君、遅かったですね。電車がずっと止まってて。これ遅延症です。わかりました。給食まだですよね？ああ、はい、取っておいたから授業を聞きながら食べてください。はい。いや、カエルの解剖を見ながら食えるかよ。これがカエルの心臓です。ちょっと駅員さん、どうされました？ついにどこでもドアができたんですね。どこでもドアですか？電車の中ですよ。置いてあったじゃないですか。あ、お客様、それはもしかしてドラえもん GO の中じゃないですか？え、何ですかそれ？今西武鉄道を走っているドラえもんのラッピング電車です。何百年も先も未来に向かって進んでいこうという思いで作られたんですよ。なるほど。それにしても本当に行きたい場所に行けるなんて夢みたいですね。ああ、ちなみにどこへ行きたかったんですか？新宿駅ですよ。現実的。よいしょ。いや、重いね。おばあちゃん、よかったら荷物持ちますよ。ああ、いいよ、もうすぐだからね。そんなこと言わず持ちますよ。はあ、ありがとね。では間もなく電車来ますので。嫌な感じ。あ、すいません、遅れました。宮沢、お前何やってんだ。寝坊しちゃいました。のんきなやつだな。お前出席率結構やばいぞ。頑張ります。まったく、卒業できなくても知らんぞ。はい、たくあん高校です。どうも、津駅の駅員ですけども、今日の朝お宅の学生さんに助けられましたよ。何のことですか？聞いてないんですか？朝駅で痴漢があって、その犯人を追っかけて捕まえてくれたんですよ。顔に怪我してたんで大丈夫かって言ったんですけど、すぐ行っちゃったもんでお礼もできなくて。顔に怪我？あの野郎。じゃあみんな、明日は現地集合でよろしく。 OK、 カローラでぶっ飛ばしてくわ。了解。すいません、銀さん。はい、どうされました？今から江ノ島に一番早く行くのどれですか？今からですと JR で藤沢駅まで行って、そこから乗り換えて片瀬江ノ島駅まで1時間ほどで着きますよ。そんなもんですよね。どうされたんですか？友達はみんな車で行くんですよ。僕3月生まれなんでまだ免許取れなくて。そうですか。でも電車は渋滞とかないので時間通りに着けますよ。別に今日なんて渋滞しないですよ。じゃあ行ってきます。あれ、俺着いたけどどこにいる？あ、ごめん、渋滞にはまっちゃって3時間ぐらいかかるわ。俺も先海行ってて。電車強っ。本日大雨の影響で列車遅れております。次の静岡行きは7番線から8番線に変更して発車いたします。8番だと？じゃあ隣か。お客様にお知らせいたします。次の静岡行きは7番線から8番線から5番線に変更して発車いたします。5番？じゃあ階段上がってあっちじゃねえかよ。お客様、申し訳ございません。次の静岡行きは7番線から8番線から5番線からやっぱ7番線に変更して発車いたします。やっぱってなんだよ。じゃあ結局最初のとこじゃねえかよ。お客様、申し訳ございません。次の静岡行きは7番線から8番線から5番線からやっぱ7番線に変更したんですけど、次はどこだ？運休となりました。ただいま列車3分ほど遅れて多治見駅を発車しております。ちょっと遅れてんじゃねえかよ。金山を出ますと名古屋に停まります。ちょっと車掌さん、どうされましたか？さっき電車遅れてたはずなのに今時間通りですよね。はい、そうですよ。一体何したんですか？やれることをやっただけです。制限速度の中で速度を上げる運転士の技術、駅にて乗降がない場合停車時間を縮める車掌の判断、他にも部分運休をするなどダイヤ回復のためにいろいろな努力をしております。見えない努力ですか？かっこいいですね。こちらお願いします。お客様、こちらお願いします。お客様、すいません、なんか通んなかったんですけど。拝見しますね。では残高不足なのでチャージしますか？はい。イヤホン外さないから聞こえないんだろ。
もう一回いいですか。こいつどうせ聞こえてないし、口パクで言ってやろ。はい。何ですか？引っかかった。チャージしますか？あ、お願いします。イヤホンしてると何も聞こえないっすね。でしょうね。すいません。はい、いらっしゃいませ。定期券作ってもらえますか？かしこまりました。三鷹まで通勤1ヶ月で。三鷹まで通勤1ヶ月。あかりさんですか？はい、お待ちしてました。よかったです。では定期代が12,000円でございます。え、いらないですよ。だって合言葉じゃないですか。嘘です。時計台の前で待っててください。はい。じゃあ先輩お先に失礼します。わあ、新幹線だ。宗介、危ないからこっち来なさい。かっこいい。邪魔だガキ。宗介大丈夫？親がちゃんと見とけ。あ、すいません。あなたこそちゃんと周りを見た方がいいんじゃないですか。誰だお前。私は新幹線の車掌です。車掌が口挟んでくんだ。あなたながらスマホをしてましたよね。それでいて子供にぶつかり邪魔だとはあまりにもひどくないですか。うるせえな、ちゃんと子供を見とかね、親が悪いんだよ。お母さんはしっかり見守ってましたよ。無邪気に走り回るのは子供の仕事です。気を使うべきは大人の方ですよ。ったく。宗介くんおいで。何ですか。はい、どうぞ。宗介車掌蹴れ。すいません。はい、いらっしゃいませ。この定期払い戻してもらえますか。よろしいんですか。はい、社会人になったら嫌なことばかりでもうやめようと思って。そうですか。お客様、こっち来てください。え、お時間あるようでしたらこちら読んでみてください。これは駅関係者や駅利用客の皆様による新社会人や学生さんに向けた応援メッセージです。楽しいことも辛いことも人生の糧にして羽ばたいていってください。三時のママより。いつの日かあの時が人生の一番、そう思える時が必ず来る。55歳のおっさんより。もっと肩の力を抜いて、あとちょっとだけ一緒に歩んでみませんか。もう少しだけやってみます。あ、まもなく新生活行きの列車が発車しますよ。行ってきます。ちょっと駅員さん、どうされました？車内に危険物があります。もしかしたら爆発物かもしれません。すぐに伺います。あちらですか？そうです。刺激を与えると爆発する可能性もありますよ。あー、見た感じじゃ分かんないので念のため警察に来てもらいますね。ただいま車内にて危険物らしきものを発見したため緊急停車いたします。警察です。現場はどこですか？あ、こちらです。爆弾処理班出動。他は周りの乗客の安全確保に回れ。気を抜くな。ターゲット確認しました。中身の確認をします。車内のお客様は落ち着いて下車していただき、警察の方の指示に従ってください。指令本部へ中継を結ぶ。爆弾処理班、状況はどうだ？お茶です。お茶？お茶？お茶？すいません、駅員さん。はい、どうされました？うちの子、死んでないですよね。どういうことですか？ちゃんと僕のいない間、育ててくれたんですよね。育てるとは？もう、まだわかんないんですか？こないだ駅に忘れてった、たまごっちですよ。あー、なるほど。早く見せてください。こちらですかね。親父っちになってる。もしかして駅員さん？はい、お客様サービスの一環としてちゃんと世話してましたよ。駅員は一日中面倒見れますからね。本当にありがとうございます。とんでもないです。じゃあもう一週間世話しといてもらえます？喜んで。よいしょ、よいしょ。ん？お客様どうかされましたか？あ、お腹に赤ちゃんがいて移動大変なんですよ。あ、そうですか。おめでとうございます。ありがとうございます。お客様、マタニティマークはお持ちですか？あー、それが家に忘れてきちゃったんですよ。ではこちら使ってください。駅でももらえるんですか？はい、JR 東日本では妊婦さんにマタニティマークの配布をしております。何もつけないよりは気づいてもらいやすいので、カバンなどにぜひ。助かります。あ、よかったら座ってください。優しい世界。すいません、金さん。はい、どうされました？あの、シルバーの指輪って届いてますか？あー、昨日の忘れ物で届いてますね。うわ、やっぱり届いてるんですね。やっぱりとは？昨日どこ探してもないからもう諦めてたんですけど、ツイッターで拡散されてたんですよ。ツイッターでですか？はい、本当に日本は親切な人が多くてよかったですよ。では身分証明書をお願いします。はい、お願いします。お客様、指輪に彫ってあるアルファベットと身分証明書のお名前のアルファベットが全く一致しないのですが。
はい。では確認のため、指輪に彫ってあるアルファベットを確認させてもらってもいいですか？だいぶ昔だったんで、ちょっと、TY とかですか？おいごろてめえ、人の親切心を踏みにじって、悪用に使いやがって。これは立派な犯罪だぞ。すいません。